さあさあさあ始まりました。本日も父さんとたけし君と一緒にお送りするかまどを作るのに必要ななんとかの核っていうアイテムを集めたいバルヘイムのお時間がやってまいりました。前回の動画の引き続きなんですけども、前回ちょっと夜だったんで一回明るい昼間にしました。まあ、洞窟行くんで、まあ、関係ないっちゃ関係ないんですけど、夜だとこの周りにいっぱいあのゴブリンみたいなやつがいっぱい湧くんですよ。ですごい邪魔されるん で危険なんで、一応ですね横に、仮小屋リスポーンできるようにベッド設置しておきました。はい、じゃあ早速洞窟行きましょうか。埋葬室だって。いやちょっともうやばい雰囲気バリバリ出てますけど大丈夫これ。ダンジョン的な。あ、こっちやってる。おー、ちょっとたけし、あのそれっぽいやつ来た。それっぽいやつ、ちょっとドクロドクロドクロっぽい、それっぽい洞窟。オッケー、洞窟ってか、まあ、ダンジョンだからやっぱそれっぽいやつ出てくるね。ドクロ系なんだ。はいはい、こっちは狭っ。あ、行き止まり。何どのくらいあるのこれ。どのくらいの深さがあるのかいこれ。あ、右にも扉。おおお、なんか光ってる、キノコ光ってる。ちょっと挟まるキノコには目がないね、たけし。キノコ、おお、いるよ奥に。あ、なんか緑色に光ってる。ちょっとこれやばそうだから、ちょっと左に避けるわ、一回左に避けて。あ、こっち行き止まり。これ行き止まりやばいんじゃない、たけし、やばいんじゃない、大丈夫。どうぞ。いる、おお、いるちゃんと盾持ってん、盾と剣持って。ナイス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 、そんな強いないですね。二人がかりで一気に行けば。あー、まだ扉あるわ。こっちはまだ光るキノコあります。はい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 、光るキノコあって。あ、いるどこ。あ、いや左、おお、弓矢持ってる。弓矢。ナイス。あ、これに行き止まり。いや、これ迷子になるぜこの中で。いけるこれ、ちゃんと。これ右行って光るキノコあります。あー、行き止まり外れっすね。いや、ちょっと狭いからちょっと見にくいんですけど、これわかんないよな。これ光るキノコ食べれるのこれ。あ、食べれる。あ、基本キノコ生でいけるんだねこれね。とりあえず見つけたら食べてみるみたいな。あ、いる。おお、何そいつ。え、やばくない。え、大丈夫よタケシ、ちょっとなんか、え、ちょっと待って、え、毒だよタケシ。ね、毒、どうする毒。ね、え、どうしたらいいこれ。どうしたらいい。ああ、治った。治りました。いやいや、あの対処法が分かんないとやっぱ焦るじゃん、毒って言っても。あー、なんかあるよ。お、なんだこれ。おなんだ、なんかあるぞ。なにこれ、これか、ついに。なんか埋葬室のチェスト開ける。え、お、ルビーが落ちてる。お、琥珀、新しい素材ルビー。これは、あ、あった、これでしょう。スルトリングの核ってやつ。あ、来た、陽光炉来たよ。あ、でチェストの中はルビーと琥珀ですね。オッケーゲットしました。あ、1個、あ、タケシ1個持ってる。あ、オッケー2個ゲットですね、これで。ナイス、これでかまど作るんじゃない。おーおー、意外に浅かったっすね。まだあれかな、序盤だからかな、序盤の洞窟。いや、これもっと進めていくと多分深くなったりとかするのかな、ちょっとわかんないですけど、とりあえず他の部屋もいろいろまだ見てない部屋もあるんで、こっちの部屋とかも行けますか。左側がなんかいる。おお、なんだ、紫に光ってる、紫に。これ何これ、え、何、やばい、ゆるどうした。あ、左も壊せる。ナイス、ちょっとね、これちょっと、おいいっぱいいる、ドクロがいっぱい。はい、やばい、ちょっとね、コンボの方がいいね、これ。ちょっと、オッケー、ナイス、オッケー、で倒した。オッケー。わあ、またったよ、またった、スルトリングの核。よし、琥珀樹っていうのか、琥珀樹っていうの、これ琥珀樹みたいなのもあった。何これ、長老、何、うん、長老って書いてあるけど、これ違うかな、長老。あー、エイクスユルのマークと同じマークついてますね。いや、ちょっと待って、この世界のマップめちゃくちゃでかいんじゃない、これ次のボスみたいな感じ、そういう感じか。だから僕ら、あの鹿のボスみたいなの倒したじゃないですか。あ、ここにも入ってますね、アイテムが。琥珀と羽とルビーとコインか、入ってますね。いやー、これ
ってことはすごい僕ら結構ここまで行かなくちゃいけないってこと？マップのロケーションはすでに追加されてるってこと？ああ分かった気がする。だから僕らあの拠点から結構この洞窟まで歩いてるじゃないですか。いろいろ探索して洞窟探しながら探索はしたんですけど、そんな距離とか比にならないぐらいの大きさのマップってことじゃない？ああどう、ああいる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 。次のその長老も気になるところなんですけど、まずは、このかまどでかっ。ちょっと待って、かまどでかっ。じゃあ今あのかまど作りに拠点戻ってきたんですけど、これちょっとたけし見える、あ見えないか、これ建築しないと分かんないですよね。めちゃんこでかいですよ。これは前代未聞だな。どこ置く、どうする、こっち側に置く、いや分かんないか。あのね、すごいでかい画面が私には広がってるんですよ今。設置したら多分たけしにも見えるようになると思うんですけど、あのね2階建て分ぐらいのサイズになるんだけど、これはでかいわ。よし、じゃあちょっとこの辺でいいですかね。この辺にせ、あれ嘘でしょ。たけし、あのよく見たらですけど、スルトリングの核っていうアイテム、僕ら今3つ持ってるじゃん。これ溶鉱炉作るのに5個必要。炭焼き台も5個いるよ。ってことは溶鉱炉と、あー炭焼き台もでっか。ちょっと待って、この2つ作るのに10個いるってこと？たけしねえ、10個いるよ。マジかマジかたけし。僕ら洞窟探すのめちゃくちゃ時間かかったんですよ。いやもう全然探し足りないってことこれじゃ。で1個の洞窟で3つ持って帰ってきましたんで僕ら。ってことは少なくてもあと3つか4つの洞窟を見つけないとダメってこと？嘘でしょ。いやこれきついで、たけしさん。いや探す今から、いや多分めちゃくちゃ時間かかるよこれ。1個ではあれでしょ、1個の洞窟見つけるのあれだから。いやいやでも探すしかないよねこれ。見つけた、ナイスナイスナイス、どこどこどこ、あーたたたたたたた、ナイス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 、行こう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 、あった、オーケーオーケーオーケー、あらららららら、やっと見つけたあしかもこっちにもある、2個か、2個、ナイス、オッケー、スルトリングの核ゲット、オッケー、あルビーもあるね、はいはい、何に使うかまだいまいちよく分かってないんですけど、琥珀獣もあるしルビーもあるし、あーいいんじゃないですか、ペースいいペースいいペース、おおおおお、ここにもあるじゃん、一個ルビーと琥珀あってスルトリングの核はナイス、あーここ4つもあるたっかんもある、これ最高かこれ、うよっしゃ大量や、大量だけじ大量、これでさっき別の洞窟で見つけたのも合わせて、たけし君昨日はお疲れ様でした。まあ、早速かまど設置したいんですけど、ちょっとその前にですね、ちょっとたけし君にですね、ちょっと私からちょっとサプライズというか、まあ、サプライズをねかける相手にサプライズって言ったらちょっとサプライズにならないんですけど、まあいいじゃないですかね。ちょっと今日私先にログインしてたけし君より早かったと思うんですけど、ちょっとねたけし君にねちょっと見てもらいたい、ある、ことがあるんですよね。ちょっと拠点よりこっちで手前側で今スタンバってるんですけど、私はね、じゃあたけし君拠点の方に一人でちょっと向かってもらって、ちょっとどこ行った、たけし、ちょっと拠点の方に行ってほしいんですよ。で拠点の中入ってほしいんです。何ねえよちょっと地雷なんてねえよ違うトラップじゃない、トラップ、地雷とかないですからね、そのバットじゃないけど棍棒でさ床を確認するのやめてくださいよ、もうそのトラウマみたいになってんじゃん。はい、いいですよ拠点入って、はい、どうどうびっくりしためっちゃ喜んでんじゃんたけし、喜びを表現してるね。でそのスキルを使ってもう一回見に行ってあ燃えてる燃えてる燃えてる
ジャンプ力上がったね、たけし。めっちゃジャンプしてるけど。いや、嬉しいんだね。嬉しいんだね。はい。じゃあ、ということで、ちょっと、たけし君、じゃあちょっと、そのね、ちょっと、この動画を見てる、ちょっと皆様に、あー、動きましたね。ちょっとこっちに連れてきてください。こっちに。もうわかりますね。どうですか、皆さん。お待たせいたしました。そろそろね、かまども建築できるということで、ついに三日月隊の建築士マッツに来てもらいましたと。ちょっと待って、なんで急にとマッツが登場したら、森が動いてるってね。全員倒しましたね。ということで、マッツンついに合流でございます。マッツン、久しぶり。そろそろ拠点もね、ちっちゃくなってきたし、いやもうね、この建築はね、松本さんにお願いしないといけないかなって僕ら思ってたとこだったんですよ。ナイス。早速松に来たことだし、とりあえずかまどと炭焼きなんとかを、ちょっと溶鉱炉か、溶鉱炉と炭焼き釜っていうのかな、もうちょっと設置したいんですけど、これでっかいんだよな。おいはい、 OKOK、 スルトリングの核はもう十分ゲットしてますね。いやこの辺でいいかな。とりあえずここの、ああ設置してくれてるよね、たけし、ナイス。ちょっとこの辺にしましょうか。設置しますよ。設置。おお、でかい。おお、来た。カラスが。いや、声小さなっとるやないかい。鉱石の原石をこの炉に入れれば、すべての不純物が溶け出し、あとには精錬された金属の塊だけが残る。これを、火事場で使うことができる。溶鉱炉の燃料として炭が必要だ。これは、かまどかなを作り、木を入れて作ることができる。あ、でもう一個炭焼き釜を設置すれば、炭をそこで焼いて、この溶鉱炉で精錬するって感じですかね。よし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 、作ろう。じゃあこの辺に設置しますからね、いきまーす。おお、できたんかこれ。おおちょっとね、奥行きだいぶあるなこれ。はいはいはい。でこっちの左側で木をくべて、あーで炭を作ると。どっから入れるのこれ、ん、どっから入れるんだ、手前、あー手前から、手前から入れるってこと。どこ反応しないけど、どこ、あーそこね、あー結構手前ね。はい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 。でこれで木をくべて炭を焼くと。で出来上がった炭と、あれですね、銅鉱石とか、ね、途中で拾ったやつだね。あーでここに炭を入れるって、あーそういうことか。で精錬ができる。なかなか出てこんすね、結構やっぱ時間かかる。あー出てきた、新しい素材、銅。よーし、火事場も作るようになりましたねこれで。あーやはり火事場できますねこれ。石と炭と木、オッケーできるわこれ、銅と。よしよし、これで一気に武器も建築素材もできるんじゃないっすか。オッケー。